ドってよくファンと関係あるんですか？そうですね、ありがとうファンドのお客様みんなありがとうのファンですっていう状態が一番望ましいんですけど、ただファンドっていう言葉はさっきみんなからお金をお預かりしてそれを一塊にしてお金持ちと同じような状態を作りますって言ったその一塊のことをファンドっていうんですね。でそれをやっている会社は私たちありがとう投信、ありがとう投信がありがとうファンドという塊を運用していますっていう話なんですけども、そのファンであるっていうのはでも今語呂合わせのような話なんだけどもすごく大事なことで、つまり私たちがやろうとしていることに賛同してそれはいいことだ一緒にやろうって思ってもらわないとその運用ってなかなかうまくいかないんですよ。で大事なことはお客様っていうのはみんな私たちにお金を預けてくれるのはさっきの話通りまさに何をしてほしいんですかって一番突き詰めればお金増やしてくださいねっていう話ですよね。で私たちもさっき信託報酬という手数料をもらいますっていう話をしたんですけど、それは信託報酬っていうのはお客様から預かっている資産の例えば 0.9% とか決められているので、その資産が増えれば私たちの収入も増えるわけです。だから私たちも資産を増やしたいっていうのがものすごくあるんですね。収入を増やしたい、だから資産を増やしたい人から資産を増やしたい人が預かっている状態なので同じ方向を向いて二人三脚のようにやっていけるので、すごく、うまくいい関係でやっていけるんですね。信託銀行っていう銀行があって、あ、信託銀行ってありますよね。そう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 、それがこれと関係あるんですか？そうなんです。知らなかった。お客様のお金は信託銀行に預けてもらうんですよ、うん、だから私が何かをしようとしても、うん、そこからお金を引っ張り出して持ち逃げしようとしてもできない、でその信託銀行に対して、うん、私たちはその運用の指示を出すんです。ここへ投資してください。信託銀行がお客様のお金の管理をする。だそのさっき大雑把にお金をお預かりするって言ったんだけど、実はお金は預かれなくて、信託銀行が預かってる。だからそういう意味では資産が守られてる。信託銀行自体安全ですか？なくなったりしないですか？はい、それもいい質問ですね。信託銀行が潰れてもファンドの分はそれぞれの持ち分はもう確保されてて、銀行が例えば大赤字になって潰れたからその赤字を埋めるために使われちゃうとかいうことは絶対ないように決まってるんです。じゃあなんでみんな信託銀行にしないんですかね？普通の銀行でも自分のお金ってのは守られてますよね。銀行が潰れたからそのお金が返ってこなくはならないですよね、そういう意味では同じなんですけども、お金に関わる仕事ってお客さんからのクレームがやっぱり多いんじゃないかなって思うんですけど、実際はどうなんですかね？もしかしたらそういうところもあるかもしれないですけど、私たちのところはその無理やりお客さんのところに行ってこれを買ってくださいってこう押し売りのように言って買ってもらったりとかしてないので、お客様が自分で納得してご自分で式を入れてくださるっていう形なので、ほとんどそういうクレームというような形で何かを言われることはないんですね。ただこの先どうなるだろうねとかそういうご相談を受けることはもちろんあって、それはもうどんどんしてもらえればいいので、そういうのを直接お答えできるというのも私たちのメリットなので、それはあるんですけど、どうしてくれんねんっていう話はちょっとない。商品を今売るわけじゃないって言ったの、商品って何ですか？ありがとうファンドというのが商品です。あ、それが商品ですね、はい、なんか物があるのかなと思って。あ、そうですね、はい、ございます。質問コーナー終わりました。ちょっとはっきり言ってあんまよくわかんなかったまあでもなんとなくちょっとだけ分かって、5000円でもできるっていうそこだけなんかちょっと覚えてるんで小川さんに聞いてちょっとやってみたいと思います。で小川さん、どうでした今日のこの質問タイムは？普段、私が例えばセミナーとか行っていろんな方にお話しするのって、もうすでにファンドを持ってる人だったり、あるいはすごく興味を持ってる人だったりするので、なんかそういう人に対する話を普段し慣れていたものですから、熊谷さんのようなこういうところの疑問が そうだよね、普通はそもそもそこが疑問だよねっていうのをすごくぶつけてもらえてありがたかったし、
そういうところを分かりやすく説明できなきゃそもそも私たちは何なのっていうことなのかなっていうのはよく分かりました、うん、大丈夫でしたか。一般的な質問で大丈夫でしたか、ね、そこがすごく大事なポイントだと逆に、はい、よくすごく勉強になったので、はい、ありがとうございました。はい、よかったです。なんだろう